アレクサンダー・フリードリヒ・カール・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルク公フリードリヒ2世、オイゲンのその日で、ブランデンブルク・シュベート辺境伯、フリードリヒ・ヴィルヘルムの娘であるフリーデリケ、ドロテア・ゾフィアの間の末息子。ロシア皇帝パーベル1世の皇后、マリア・フィオドロブナの実弟。オーストリア軍及び、ロシア軍に将軍として仕えた。アレクサンダーは1791年からビュルテンベルク軍の司令官を務め、その後1796年から1799年までオーストリア軍に出資して対フランス戦争を戦った。アレクサンダーは1796年に少将、1798年に中将に昇進した。しかし1799年にアレクサンドル・スボーロフ大元帥と出会い、大元帥の推挙で、ロシア帝国軍に所属することになり、リガ重騎兵連隊の中将に任じられた。翌1800年8月、リガ重騎兵連隊は、リガ流騎兵連隊に再編成され、アレクサンダーは、同騎兵連隊の司令官に昇進した。1811年、アレクサンダーは、ベラルーシの軍政官に任命された。アレクサンダーは1812年ロシア戦役にも、従軍し、ボロジノの戦いをはじめ多くの戦いを指揮した。1813年には、ダンツィヒ包囲戦を指揮し、その褒章として、黄金の剣と2等聖ゲオルギー勲章を授けられた。戦後は、自分の指揮するリガ流騎兵連隊を連れて、認知のベラルーシに戻った。1822年アレクサンダーは、軍通信部の長官となり、ロシア西部における運河建設事業を取り仕切った。1826年にアレクサンダーはエカテリノスラフ、騎兵連隊の司令官に任じられ、また国家評議会議員の地位も与えられた。しかし、翌1827年には、リガ流騎兵連隊司令官に戻された。アレクサンダーは1832年11月に退役し、翌1833年に亡くなった。1798年、アレクサンダーは、ザクセンコーブルク=レザールフェルト公、フランツの娘アントイネッテと結婚した。彼女は、ベルギー王レオポルド一世の姉、イギリス女王、ビクトリアの叔母にあたる。夫妻は5人の子女を設けた。ありがとうございます。